あります、ところがあってね、佐藤勝が存じてると、うんうん、うん、それについてね、うん、で今だからそれを封印してきたことがね、うん、戦後ね、うん、それを封印してきたっていう、封印というかタブーにしてきた、議論すること自体が戦前のね、うん、ね、タブーになってることがね、うん、その今の国家問題について非常に曖昧なんだと、うん、つまり彼はあの国家の構成原理として我々は民主主義、憲法みたいなものが民主その非常に当たり前でいいではないかって感じ持ってるけど、佐藤勝に言わせると国体の本義、国体っていう概念が戦前もあった時は日本人のその国家の構成原理っていうのがね違ったんじゃないか、つまり宗教性ってやつがね、うん、ね、うん、要するに違って日本の独特の宗教性としての国家原理みたいなものがあったんじゃない、でそれはね作り出すものじゃなくて発見するしかないもんだっていうことで、まあその問題を議論しててね、そうすると宗教の問題っていうのはそのもともとその民主主義とか自由っていうのはヨーロッパ流の宗教からね、宗教を基礎にして宗教からその法営ね政治国家へと転換してくるね、まあ概念の上に憲法問題みたいなのがある、もともと日本人の国家思想っていうのはヨーロッパ流の国家思想と違ってね、国家の構成原理までなり得る思想としてあり得るとした時にね、要するに天皇制の問題ということは一体どうなんだということの議論をやっぱりやらなきゃいけないんですね、ついていかなきゃいけない、で僕らはやっぱりその点では僕は三島由紀夫のことを非常に興味持ってるんだけどね、ああいう国家原理としてね、そのまあ彼は文化っていう国家原理と言わなかったけど、まあ、国家の構成原理ですね、文化概念としてね天皇の用語ということを言ったわけだけど、そういうそれは結局国家の宗教性をね、ね、宗教性っていうことをね守るっていうことで、それはやっぱり日本の宗教の歴史的な問題をどこのとこでその終わらせるかって、僕はやっぱり基本的に自由や民主主義も一つの宗教の最終形態だというふうに思ってまして、でそれは確かにヨーロッパ流の中で出てきた宗教なんだけど、かなり普遍性のある宗教なんだという考え方を持ってて、で日本のその国体概念の中には天皇制も決めたような宗教概念がね、それにそういう普遍性のある宗教概念なのかっていうふうに言うとね、そうじゃないんじゃないかっていうふうに今思ってるところがあるわけですね、今のところ。でそこが一つのもう考えるポイントじゃないですか。でそれはね、多分福田公孫がね、福田つねり、天皇制っていうのはね、自国内ではいいけれども世界的に見たら通用しませんよという、うん、一国の国家英語ですよというふうに言った問題で通じると思うんですね。でそういうところを考えるとですね、あの諸々のその、まあ、天皇制に集約されてるんでしょう、天皇制の諸々のね日本型宗教っていうのはね、部分としてね可能性と再生される可能性として人間の内部意識の中に残ってる、我々が歴史的に積み重ねた意識として意識の一つとしてね存続してずっと継承して持続していくものとしてはいいわけだけれども、それ自体が普遍的になり得るかどうかっていう問題に関して言えば僕はやっぱり問題だろうというふうに思ったりしてますね。国体の維持ってことはおっしゃ国体についてねおっしゃったわけですけども、特にその
第二次あの太平洋戦争ですね、太平洋戦争 の、 あの結末でその国体の維持にこだわってですね、どうもその日本の政府がなかなかそのポツダム宣言を受諾しなくて、その広島、長崎、もちろん沖縄戦もそうですけども、そこまでその終戦を伸ばしてしまったというあの歴史的な事実があって、その国体にこだわってこだわって、まあ、最後はそのマッカーサーがその天皇制の維持に、まあ、それこそ反抗をしたわけですけども、で、まあ、あの今 の、 その天皇退位の問題についても、その皇室典範というのはあれだけどうも明治憲法から引き継いでしまったんですね、今の日本憲法にね。でその共産党ですが、その護憲の立場でその天皇を認めてると、あ、何かその天皇制に対して共産党であっても、あれだけ共産党だってその戦前にはもう天皇制でもどれだけ痛い目に遭ってるかあ分からないわけで、特にその大本ももちろんそうですけれども、なんかそれだけその痛い目に遭ってても共産党は、いや日本国憲法に書いてありますと、書いてある護憲の立場でその天皇を認めるんだ。で例えば最近その開会式にあの出席してですね、それこそあの共産党の幹部が深々と頭を下げてる、ああいうことを見て、それで今回についても天皇退位についても、なぜかその憲法を改正してまでその天皇制を維持していくというようなことに、あの共産党ですらその言及してるわけですね。なんかその辺でその国体の維持っていうのはあのおっしゃってて、どうもその引きずってるところが、まあ、大元の立場ではちょっとまあ許せないと、まあ、大元だからこそ許せないんだろうけれども、何かそのそれこそまた日本人が非常にその辺は盲点になっちゃってるんじゃないかなと僕なんか個人的に思ってるんですけども、うん、だから、まあ、今の天皇のね、退位をめぐる今の議論はね、いろいろありますけどね、まあ、基本的に本質的な意味での議論にはなってないわけですから、今のはね。だから、やっぱりその天皇制というある種の宗教性が、まあ、文化性でもいいんですけども、それが永続的な普遍性を持つ原理としてね、まあね、国家の構成原理の基本的なところにあるんだという考え方自体は僕は拒否してますし、そういう考え方は立ってないですから、まあ象徴天皇制をそのどの範囲で理解するかということはまたいくつか問題がありますから、曖昧なままにあるから、基本的にはそういうあの範囲の中であって、で逆にあの憲法原理っていうのはね、国体原理の中超えた形で憲法国体原理があってというような問題ではなくて、あくまで憲法原理の中の一部として天皇制的なものを象徴性天皇も扱うという、そういうものを位置づけることができるというのが僕なんかの考えですから、まあそういう点ではあの今の議論はね、まあ本当のところが一番肝心なところは議論されてないんだから、今の対論はあんまり面白くないというふうにしてみてるだけですね。まあただ戦前のね、天皇制の問題っていうのはもっとやっぱり神道の問題、裏神道の問題、まあ大本教もそうでしょうし、天理教もそうでしょうし、なぜ神道系の思想の側からだったのかっていう問題と、まあ逆に国中会なんかのね、まあ宮沢賢治、石原莞爾なんかが、まあ田中智学ですけど、
ああいう仏教と天皇制がこう融和していくのかという、まあ、最後に要するに日本では天皇制が復権した時に明治新政でね、最初に儒学や仏教ってのは排除されてたんだよね、ずっとね。でその後に、まあ、国体神道の概念が主流で排除されたわけですけど、それが徐々に、まあ、儒学の方が最初に取り入れられて、むしろ儒学の原理が神道の原理に変わって、おそらくは明治の官僚制、明治支配を官僚制を作り出していったんだろうというふうに思いますし、それでその最後に、まあ、仏教がそれに加わるわけで、排除されたものが加わっていくわけですけどね、まあそういう原理の中で、ただ僕はその天皇制の問題を含めて非常に興味があるところの一つは、日本では法思想ってどんなふうに成り立ったのかという、法思想、法ね。ですから近代的なみんなが統治概念としての基本的な法治概念に成り立ってんだというね、これははなはだその法治概念というの法治っていうのが日本の場合曖昧で、一体法治ってどういうレベルで考えられてるのかっていうような問題を考えて、その日本における近代の法治思想っていうのはどうだったんだっていうのが非常にその興味があって、天皇制下での法治思想っていうのはどういうように存在したんだろうっていうのが非常に僕は今興味があってね。でこれはね、どうもね、まだ僕もまだ研究始めたばっかのとこだからあんまり断言はできないんですけど、その西山真がね、そのオランダへ行って、まあ要するに日本の近代体制をいろいろ学ぼうとして、で要するにヨーロッパの絶対君主制をまあ学んでね、でこれを日本で、まあ、大君絶対制ということで、要するに大政奉還やって、これは徳川家期に大君ですから天皇じゃなくて、独裁体制を引こうというか、まあ、体制のね、引こうとしていた、まあそれに対して大政奉還から後の戊辰戦争があって触れるんだけれども、その時西山真がね、やっぱり日本での近代法制、ヨーロッパの近代法制のヨーロッパ流の近代概念のもとにあった憲法概念みたいなものを導入しようとしたんじゃなくて、日本ではやっぱりその法家の思想って、法家の思想ですね、中国の、ね、法家の思想をね取り入れようとした。で、まあ、法家の思想を日本の伝統の中で取り入れようとしたのは、どうも大宮空来ぐらいから江戸時代からあるわけ、太陽がね。でそれがやっぱり割とかなり大きな隠れた日本の近代法治思想の中にあったんじゃない。でだからどうも憲法概念が日本の中に馴染めない権力者の中でね、あとは常識にならないところにはね、つまり法家の思想ってのは要するに基本的に法はやっぱり支配の体系で、天皇皇帝のためのね法であってね、支配の技術であって、だから非常に合理的で知的でですね、法律に即してね支配するという概念はね、でも誰のために法があって、法とは何かっていう権利とかね、国民の意思の表現であっ ってね、権利だとか権力を制限するとか、そういう意味での基本的な考え方がないわけですよね、法の概念の根本にね。でそこのところが非常に大きな影を落としていて、やっぱり見えない形で我々の現代の法思想の中に、近代の法思想の中に流れてきたものとしてあるんじゃないのかということを僕は今ちょっとあまり注目してですね、でまあ見たいと。でそれはまあ我々がその権力との闘争の中になると裁判に遭遇してですね、なんで裁判でこんな
いつもねおかしなことになっちゃうんだっていうようなことをですね見ながら思ってることなんでもあるわけですけど、そういうところでもう一回近代のですね天皇論なんかでも従来あんまり注目されなかった形のそういうね、ここからもう一回大逆事件とか治安法とかね、まあ三島由紀夫でもねあれは不経済で当たると言ってるようなですね批判してるねそういう問題を改めて取り直してみたいというのが、まあ、かなり大きな問題意識ですよね。できっとこれは今の中国の中国の支配層は何なんだっていうことの中でね、中国ってマルクス主義的な原理っていうのは具体的な統治原理として機能してるわけじゃないから、どういうふうな思想がねなってて法治の領域ではどういう概念なんだっていうようなことを含めるとね、これは中国を研究する上でも一つの重要なポイントなんじゃないかというように思ったりしてるところでもあるわけですね。まあ液政革命っていうかね、うん、中国の場合は要するに権力は天から与えられたっていうか、それでその 天から与えられてそれは人民のためになるけども、しかし人民のためにならなかったらそれは改めるでいいというね、そういう、まあ、液政革命っていうかね、そういう思想が、まあ、連綿としてあるから、それこそ共産党は、国民党よりも人民の、信頼を受けてたんだけども、まあ現在の共産党が人民の信頼を失ったらそれは革命もあり得るだろうと、新たな別の民衆のね権力が樹立するっていう可能性は中国の場合はある。しかし日本の場合はさっきその三島由紀夫がね文化概念としての天皇というまあそういうまあ言ってみれば日本のアイデンティティ、まあ三島のアイデンティティでもあったのかもしれないけど、これはやっぱり普遍的なアイデンティティとは言えないし、まあそういう意味でねこうなんていうの、まあ中国と日本との比較で言うとやっぱりその、うん、日本は本当に、革命世直しが本当にできるのかと、まあそういう意味でね、まあ大本自身も世直し思想というか世直し宗教として出発したけども、果たして現在ねそういう世直しの息吹は大本の中にあるのかというふうなね問いかけもやっぱり僕は必要だと思うんですよね。だからね問題はやっぱり大事なことはやっぱり国民の意思というか人々の意思がねどのように実現するかと、まあ要するに国民主権ということでいいんですけど実現するかというね、でこれはねまあ憲法の制定権力がどう登場するかという、まあ巡り流に言うと公正的権力という言い方になるわけですけど、そういうものがね日本社会で登場するかと、でそれがやっぱりその実態の中身はやっぱり僕は自由と民主主義でいいわけで、でそれで革命なんだというふうに思うんですよね本当の意味ではね。でそれをやっぱり日本では官僚体制がやっぱり上から感情はそういうものも自由や民主すらもね要するに国民に分け与えるというね国民にね付与するというような考え方の中であって、でだからまあ伝統的にそのアジア的な支配の体系で官僚支配の体制の中にずっと連綿とついたわけで、でこの構造をやっぱり変えるね力っていうかね、で僕はそういう意味ではね60年安保以来の僕らの世代が組めた世直し運動っていうのはいろんな意味であるけれども、そういう官僚的な作法というか文法というかそういうものへの根本的な反逆の歴史だったわけであってね、でそういう意味でね
まあイデオロギー的には採掘地で変更もしたりいろいろしたきたけれども、根本にあったのはそういう道であって、それはやっぱり60年歩の学生たちからシルドまで形を変えて続いているもので今後ついていくだろうと思って、まあそれにねちゃんとした理念的な方向性なり ね、それの現代的な中身も含めてだけど与えきれないというのは、まあ、それを作り出せないということの現代の難しさがあるわけだけど、まあそれに言葉が持ってないというね現代の問題があるんだけど、そこのところはさっき一番最初述べたようなね、今のねあの民主党政権がね、なんで取れたのかと、民主党政権は要するに言葉がなかったんだというね、理念がなかった、政治的なね社会次を構想力がなかったんだということになるわけだけど、まあそういう問題はやっぱり日本の政治は相変わらず自民党保守はシェアショートを抱えているわけであってね、でそれは絶えずやっぱり我々の主体の問題でもまたあるよって跳ね返ってる問題であると。だから単に権力を悪いとか批判すればいいだけではなくてね、同時に我々がやっぱりそれを超えていくね、そのオルタナティブなイメージをどう作り出していくかというような問題が絶えずそこにあるんだということを自覚してればいい。まあ差し当たってはそこのところぐらいしか手がないんだよねというくらいのことなんだろうなと思ってますけどね。ということでこの辺でどうでしょうか。で最後でもないですから、も大本の教えの中にその弥勒の世という概念がございまして、で大本のその教義、その教義の中にそのやっぱり善と悪との戦いっていうのがあるんですよね。それで教義の中にその膨大なその教義があるんですけども、その最後の最後までその悪っていうのが出てくるんですよ。要はその教祖がその悪を、まあ、早い話がやっつけるんですけども、どうも最後まで悪、これ金剛九尾とかですね大和の大地っていう表現をしてるんですけども、それが最後まで出てくると、まあ大元の教祖ですらその悪を退治できなかったっていう、そういう大元の教えがございまして、そのまあ完璧にその悪を滅ぼすということがやっぱりその神さんのレベルでもどうもできない。ただまあ逆に言うとその反面教師、それを学んで我々がまあある意味じゃ進化すると、そういう何かそのそれこそ教えまあそれこそ宗教になっちゃうんですけども、そんな要するに悪をその官僚組織でもね、そういう考え方もどうもその潰さないっていうところに、まあ我々の永続的な戦いもあるだろうし、それがまあ現実の世界でもあるし、これで全部なくなっちまったら話が早いんで、ただそういうこともある意味じゃ許されない。でやっぱり我々がそれなりに向上すると、まあ御霊の向上みたいなことを言いますけれども、なんかそういう、まあ、はめられたような言葉が非常に悪いですけども、そういうことをやっぱり我々は本当に知りながら、まあ、反対運動なり、その安倍政権打倒なりですね、そういう運動に関わっていくことが、まあ、宿命なんでしょうねと思っております。いや、まとめはもういい、あなたが思ってこんな勝手なまとめで申し訳ない。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ結構